オ制作終わり。そうだ、明日の遠足のお菓子まとめないとね。よし。うわー、お菓子地球グミしかないのか。園長先生他のお菓子も買ってくるって言ってたのに。まあしょうがない、地球グミだけで我慢するか。おい、あそこに地球グミがあるぞ。うい、さだまる、先生にバレないようにこっそり食べちまおうぜ。いいね、じゃあどっちの方が多く食べれるか勝負だ。はい、ということで今日はですね、家族の写真描きますよ。はい、思い描く家族を描いて15分後に発表会があるんで。はい、ちょっと先生はやることないか。食べるの地球にありがとう。あれ、ほら2人ともおとなしくしなさい。戻りなさい。ほら、さなちゃん、お絵描きの時間でしょ。踊りなさい。もううまっ、うまい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 。タコくんうるさい。先生、タコくんうるさいです。何やってんの2人とも。なんか好きらしい、私のこと。あ、そうなの。地球ゴミが美味しいって言ってます。いや、言ってないよ。ほら、2人ともちゃんと書きなさい。ほら、もうはーい。どうしたの、さなちゃん。この世のすべての食材に感謝してました。この世のすべての食材に感謝してました。あー、うん、そうね。あら、開いてるじゃない蓋。なんでですかね。しっかり先生閉めとかないとね、この蓋、うん、ね、これね。ずーめー見えがれ。汚いな、ちょっと。これだ、これだ。先生大丈夫？大丈夫でーす。ちょっとだけ先生、1分だけ眠たいからお眠りさせてもらうね。チャンスボール、チャンスボールだ、チャンスボール。私が出てもらったのに。あ、痛いね。あー、来ちゃった。あら、タコくん、ほらほら、手に持ってるの何？もしですもう何やってんの。そうだ、さっきやろうとしてたこと忘れてた、先生。え、一回お絵描き中断です。先生、今ちょっと思いついちゃいました。何を？これでその数字1個ずつお互い当てないとお絵描きさせません。2人ともここから投げてみなさい。じゃあいきます。はい、よし。好きなの、ほら。勢いだけじゃねえか、お前。2人とも1回ずつ投げて、当たんなかったら先生からお仕置きです。先生、お仕置きです。おっ、あなちゃん、じゃあさなちゃんの自由にしてていいわよ。ありがとう、先生。ゆうきくん、はい、ゆうきくん、早く。ゆうきくん、お仕置きです。ゆうきくん、もう目つぶりなさい。しっかり閉じてなさい。鼻、大丈夫。ゆうきくん、ゆうきくん、だってこの絵の1個だよ、これ。じゃあ大丈夫だよ、ゆうきくん。ゆうきくん、ほら、嬉しいってー。でも疲れちゃった。頑張れ、プロ野球選手になさいよ。ほら、二人ともお絵描き進んでるかしら。はい、進んでます。そうだ、先生思いついた。先生が認めるモノマネを1個やってもらおうかしら。なんだそれは。それ、前に出てきなさい、ゆうきくん。頑張れ、教科でいつもやってるやつやって。うちの先生もう一人いるんですけど、その先生が認めたらいいわよ。分かったよ、先生。何のものまね。モノマネよ。じゃあさなちゃんのモノマネしまーす。まあまあまあ面白いです。タコくんのお母さんの時のモノマネです。ダメ。それの方がダメだよ。先生どうですか？もう一回。じゃあもう一回。やすくんの一発ギャグのモノマネ。ウィーンガシャ。ウィーンガシャ。弱点ガードマン。ダメ。オッケー。オッケー。なんで一発目私のモノマネとオッケーだったんだ。どうしてだよ。ほらあと2人とも3分だよ。3分だよ。大丈夫？発表会間に合うの？今間に合う。先生何？なんかさなちゃんが机の下でなんかうんち出してます。手伝いするだけです。うんち出してます。もう2人とも早く絵完成してくださいよ。もう最初見て、最初見て、ほら手に持ってる。これじゃない。タコくんこれじゃねえよ。これは募集です。丸い子これじゃないよ。あああげる。誰かもだ。終了。はい、2人とも絵描けたわね。描けたよ。2人とも発表しようか。うん、せーのどーん。あ、さなちゃんいいわね。家族団らんって感じがするわね。で、パパでしょ、ママでしょ、お姉ちゃんでやす先生もいるの。あれさなちゃんはさなちゃんはさなちゃんいないじゃない。なんで自分いないの。タコくん僕はね、お父ちゃんとお母さんとお兄ちゃんと僕を描いたよ。なんかグロテスクだろうね、すごい映画全体的に。タコくんはどうしたの？タコくんはね、タコだからね、口がね、こうなっちゃうの。これ何これ？手だよ。天使の花かと思ったよ。そう、お母さんウクレレ弾くから手があるの。こちら先生じゃ判断できないから養鶏先生に判断してもらおうかな。じゃあそしたら可愛い方を選ぼうかな。さらまるちゃんの絵が可愛かったね。やったー。ありがとう先生。これサムちゃんに1ポイントあげるわ。やったー。これで結果発表でございます。お二人の地球組出してください。せーの1 5。よっしゃい。引き分けですね。プラス1ポイントなんでこちら絵が。この場合じゃあさなまるの勝ちかな。ダメたのに。せっかくだから罰ゲームつけましょうかね。待ってその言い方も嫌やわ。明日ウーボ本社じゃないですか。一日青色の全身タイツで過ごしましょうか。待ってよ待ってよ待って。あんなに何百人いる前で青色の何百人500人ぐらい。はい、ということでこの動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録とそしてコメントをよろしくお願いします。他にもいろいろ楽しい企画たくさんありますのでよかったら皆さん見てください。せーの待ってよー。今日はなんでその服着てるんですか？そっか。今日は罰ゲームで六本木出社でUUUMで一日中この格好しなきゃいけないんですよ。その格好これでお家まで帰られるんですよね。これで帰ります。もちろんこれで来ましたから。お疲れ様です。はい、社員さん撮ってますね。恥ずかしい、もうちょっと全身タイツなんですよ、今日一日。今日一日、はい、頑張りますね。一緒に